こんにちは、五十嵐カノアです。使えなくなっちゃうね。です、あ、昼間です。よろしくお願いします。はい、今のは誰なんですか？カノアさんってサーフィンの日本代表の、あ、そうなんです。今回銀メダリスト。あ、なるほど。ちょっと調べてください。そうサーファーです。実は私も18歳から30歳までは、あ、そうなんですか。サーフィンやってまして、実は行ったり毎週行ってましたけど、あの選手はいい選手です。今こんな体になっちゃいましたけど。今日サーフィンの話でいいですか？サーフィンじゃなくて防災道具。今日防災道具の話、はい、いろんなねちょっと切り口があって、まあ、初心者からベテランの方まで、うん、まあ、小さい盆栽やってる方と大きい盆栽やってる方、あとまあ種類別にですとかね、いろんなあの切り口あるんですけど、まず動画ね初心者の方いっぱい見られてるっていうことで、こんな道具があればいいよということから紹介したいと思います。まあ、極論言うとですね、一つはもうハサミ一つあれば十分かなと、剪定バサミですよね。はい、でこれぐらいの大きさのものがでもいいですし、こういう、あ、ステンレスでいいかな、こんな普通のこういうハサミが一つあればもう用足りるかなというふうに思ってます。うん、でちょっと大きめですけど、これならある程度太い枝も切れますし、あの細い枝も切れるんで、これが一つですね。道具として必要なのが、まあ、こういうやっとことか針金切り、まあ、代表選手というとこの3つなんですけど、やっとこはあのペンチでも代用できます。先端の細いペンチですね、おやつなんかは商品盆栽使いやすいですよね。で針金切りもあのニッパーで、代用できるということですね。ちょっとあの動画の紹介がかなり大量だったので、大量だったので、ちょっとキルマさんのこの大量にある動画の中からのベストメンバーを選んでもらって、ベストメンバー、そうですね、教えてもらえます。はい、ということ。あ、そうするとごめんなさい、やっぱり見切りも入れちゃうな。ベストだと。これですね、ベストメンバーはね。ベストメンバーはこちら。はい、はい、あの通常の剪定バサミですね。通常の剪定バサミと、あとは見切りバサミ。見切りバサミの中でも非常に切りやすい。うん、ちょっとね、これあの太枝なんかも切ったりするんで、あの葉っぱなんか、欅の剥がりだとか、メツミとかってこれだと少し隙間が空いててやりづらい場合もあるんで、なるほど、剪定バサミと見切りバサミですね。昼間って書いてある。はい、昼間って書いてあります。まさくに、まさくに、まさくに、まさくにですね。それとやっとこ、これはまあ金新さんなんですけど、川越に大正園さんっていう園があって、不動丸っていう御用松を出したところの園主さんが言ってたのは、まさくにのやっとこはいいよ、道具の中でもまさくにのやっとこはいいよってその方は言ってました。あのもう20年前亡くなっちゃった方なんですけど、私はそれあの購入してないんですけど、自分が持ってる中では、まあ、金新さんのこれが非常に使いやすい。ただ正邦のやっとこは見つけたら、まあ、2本持ってますけど、もう1本買いたいなと思います。白染めのやつですね。で針金切りは、まあ、この3つの3パターンがあるんで、大きい木をやってる方、それから小さい木をやってる方ということで、どれかを選択してもらえばいいかなと。これやっぱ太さによってこう変えてくる。そうですね、太さですね、針金の太さによってっていうことですね。で、あとは昆布切りっていうのはどうしてもやっぱり雑木やってるとえぐって削りたくなるんで、平らに削って彫刻刀掘ってもいいんですけど、これなら1回でできちゃうんで、大きい盆栽やってる方、小さい盆栽やってる方ですね。昆布切りの丸くなってるやつですね、先端が。なるほど、はい、これがあるといいです。メーカーは？メーカーは どこでも大丈夫です。どこでも大丈夫。これは岩さんとかもすごくいいですね。で、あとはどちらも、まあ、本来盆栽道具じゃないものですよね。歯医者さんのピンセットと、あとはラジオペンチ、この2つはもう本当に使いやすい。なるほど。もうぜひ私の盆栽道具の中で一番よく見つけたなと思うものですので、巡られるチャンスがあればぜひ購入するなりもらうようにしてください。はい、はい、これが昼間、はい、ベストチョイスですね。ベストチョイス、はいはい、ということですね。はい、以上です。ハサミですね。これがまあ一般的に使うステンレスのハサミ。よく使ってるのがこれですね。前も紹介したかもしれないですね。正邦のハサミ。これが小さい枝とか切るのに使うハサミですね。植え替えの時に根とかガサ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 ーっとこう切っちゃう。砂利なんかと一緒に。ステンレス製で硬くてそんなにいいもんじゃなくていいんで傷んじゃうんでね、はい、そういう力の、まあ、かかるものなんかに使いやすいハサミ。これが目切りバサミなんですけど、この2つも作に、まあ、ですね、まあ、1回紹介してますよね。で特にこれが一番8103でしたかね、違う、そんな感じの、そんな感じのですね。これが非常に使いやすいと。これは当時の先生で今プロの方ですけど、使いやすいよっていう話を聞いて使ってみて本当にやっぱり使いやすかった。これは先端細いんで、あの奥 の方までこう入っていくよというやつで、で実はですね、一番まあ、正邦正邦って言われるんですけど、盆栽最高峰と言われるんですけど、実はねもう一個
これがあるんですけど、あんまりね本当はね紹介したくないんですけど、ずっと探してて何十年探しててようやく見つかった越郎というハサミです。越って書いてある越郎ですね。ここに万世って書いてあるんですけど、万世さんが多分仲介というか今もう作ってないんでなかなか購入できないんですけど、これはですね日本の最高峰の、まあ、名工と言われている方で、おそらく金額でいうと2倍、マサグニの2倍から3倍する、実はそういうハサミなんです。そうなんですね、で今もう作ってない、今作ってないで、実はですねこれのさらに私が求めてるやつを最近見つけて、これがステンレス仕様の越郎ですか、作ベテランの方がたまたまお持ちで、今一生懸命欲しいってアプローチしてるこれはもう究極ですね。これの鉄製の上のステンレス製のハサミですので、ハサミの中だとこれが、いや私の中ではですけどね、またこれのお父さんも作られてるって話聞いてますけど、ただなかなかもうないです今世の中に。なるほど、あの新品はもうほぼ手に入らないと思います。そうですよね、はい、というのが、まあ、ハサミのシリーズだからこれ大事なやつなんで、こちらもでやっとこですね。やっとこは2つあります。1つはあの本当にホームセンターで一番最初に私が初心者の時に買ったやつで、もう全然まだまだ使えるんで、面が結構いい加減ですけど、こんな感じの面でこっちデコボコしてます、まあ、だいぶ減っちゃってますね。で、これが金新さんのやっとこで、これも非常に作りが良くて、先端にこう線が入ってると思うんですよ、横に。非常にそのグリップ力がある。で先端がかなりやっぱり細くてですね、先端に力が加われるようになってるんですね、なんで掴むのにはすごく掴みやすい、非常に、いいですね。でこれが2つあると、こうやってハサミ線がぐにゃぐにゃでこうやって、一旦こうやってピンとやるとまっすぐになると、はい、きれいにいうことですね。小学生に大人気の小学生、はいはい、みんなね小学生にやらせるんですけど、簡単にできちゃってね、なんだって言われちゃうんですけど、アルミ線ですよね、銅線はできないですけど、アルミ線の再生には2本あるといいですと、であとはこれよく紹介するんですけど、針金かけて最後先端やるのに、特に商品盆栽なんかやってる時にこれがないと指が入っていかないんで、これが非常に使いやすい。これだとちょっとね大きいん でこの先端曲がってるのがまたいいんですよね、細くてね、ラジオペンチだって言ってましたね。ラジオペンチ、これもやっとこはそんなにお金かけなくてもかけなくていいです。だから先ほど言ったように普通のペンチでもいいですし、あとこの先端の細い電気配線なんかで使うような、ああいうやつでも十分使えるんで、そんなにお金かけなくてもいいですと、針金切りですね。通常使っている針金切りがこれ、なんで大きい盆栽やってる方は、まあ、これ一つあればとりあえず用は足りると。太い14番とか16番とか使う盆栽なんかだとこれがないとこれでは切れないんで、まあ、16番か18番ぐらいこれ切れると思うんですけど、14番とか12番とか切れなくなっちゃうんで、これが大きい盆栽やってる人は必要で、細い22番も切ることはできます。ちょっと切りづらいですけど20番22番も切れます。で、だんだんこれとかこういうのになってくるんですけど、ちょっとねおすすめしないの、これもメーカーも分かんないでおすすめしないって言えちゃうんですけど、ちょっと中途半端なんですよこれね。力があんまり加わんない上に指が痛いんですよこれ。なるほど。だからハサミもさっき紹介しましたけど、こういう大きいやつは持っててすごく使いやすいですけど、こういうねちっちゃいやつはこれがね指が痛くなっちゃうんで、こういうところが、こういう柄のものはあまりおすすめしないし、針金切りとしてもあまりですね。これも金新さんかな。あ、そうですね、金新さんって書いてあると思うんですけど、金新さんで、これも金新さん、はい、でこれ金新さんの中でも鋼がいい鋼らしくてよく切れます。でこれはマサグニですね。でこれもマサグニです。これはまあバネ付きでこれだけの柄がありますから、ちょっと太いやつも切れるんですね、はい、小さい盆栽をやってる人はこれかこれがあればもういいです。商品盆栽やってる人は、なるほど。でどちらでもいいです。こっちはあの針金かけながら手の中にこれを持って針金かけながら切れますし、これは非常にこの柄が長くて、あの奥の方までこう入っていくん でこれは結構太いのを切れるんで、もし私がどちらか1本って言われたらこれおすすめですね。商品盆栽やってる方でどちらか1本だったらこれで、まあこちらでも構わないですけど、ちょっと太い針金が言いづらいと、いうことなんで、これはあまりおすすめしないということですね。使うなら差し上げますけど。あ、本当ですか。僕も持ってないんで散々使いづらいって言っててあげるっていうのもいただきますけど針金切りでもう一個出てきた。これもまさくにですね、これ球化式ってやつだと思いますね。でかいですねこれ。でかい、結構この柄が長いから力が入りやすい。そうですね、これは太い
やつを太いやつですね切る用のものってこと、はい、そうですね。だから10番とかになっちゃうとこうならないと、あ、もったいですもん、切れなくなっちゃうんですね、うん、あ、ごめんなさい、針金切りもう一個出てきましたこれもすいません、これと同じような、まあ近いですね、そうですね、これのちょっと置き板みたいな感じですかね、はいはいはい、そうですね、これよりも力が入る、力が入りやすいですね、とんがりやすいだから色々出てくるまた切り、また切りがこの2つですかね、あ、3つか、でかいやつ、うわすごい、まさくにですね、まさくに、こんなもう錆びてますけど、でかいやつ切るやつはこれですね、でこれは普通のところのあまり名前のない、でも、うん、意外とこれがよく使ってますね、これはね意外と使いづらい、残るんですね、この切った幹から枝がちょっと残るんで、はい、この厚みが影響してるのかもしれないんですけ ど、あんまり使ってないですね、これはどこ、これは無名ですね、わかんない、これがどこでしたか、これもメーカーないと思いますね、これはホームセンターで買ったと思います、ホームセンター、でも大丈夫なんですね、全然全然全然、あの日本のやつはどこでも大丈夫です、クワとかね、ヤギミツとかいろいろありますけど、これが小ぶきりで、これとで実はね、これの間に1個あったんですけどなくなっちゃって、はい、小ぶきりですよね、こういう先端丸くなってるやつ、はいはいはい、幹をこう えぐって切るやつですね、うんうん、こう巻いてきますんで、まっすぐ切っちゃうとやがて巻いてきた時にこう膨らんじゃうっていうことで、幹をえぐって切り取るために丸くなってると、うんうん、ちっちゃいのも使いやすいよって言われたんで、こう買ったんですけど、これはあれかな、菊輪だった気がしますね、有名な菊輪さんですね、はい、あの中間もあるといいですけど、うん、まあこれも商品盆栽やってる方はこういうのが1個あれば、はいはいはい、大きいやつやってればこういうのがあればということでいいと思います、はい、でこれがねすごくよく切れて、兼用型っていうかちょうど中間みたいな、中間で R がついてる、非常にこれよく切れますね、これも多分ホームセンターで買ったんだと思うんですけど、ブランド品じゃないですけど、これもあると便利だということですね、ピンセットは3つあってですね、多分もともとこれを使ってたんだと思うんですけど、はい、まあ、ステンレス製で硬くて相当まあ鋭利になってるんで使いやすいんですけど、これが歯医者さんでいただいた小坂って書いてあるんですね、メーカーがね、医療用ですね、でこれがジャーマンステンレスってどっかに書いてあるんですよ、ジャーマニーステンレス、あ、そうそうそう、ジャーマニーか、そう、これがあのいわゆるドイツ鋼ってやつなんですね、ステンレスの中でも非常に硬い機械なんか、工作機械とかあのボディなんかにもドイツ鋼ってよく使われるんですけど、はいはい、非常にステンレスの中でも硬くて良くて、これはその後に、購入した精密ピンセットですね、うんうん、で同じステンレスですけど、やっぱりあのちょっとこちらの方がこれもとないと、見切りとかはこういうのでやるために最近買ったんですけど、はい、これはもう何でも兼用で、土の中ガリ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 やっても草むしりとかも全部これでできますし、なるほど、心拍のシャリなんかもこうやってこういうところビーッつって筋を出すのにこれでガリ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 やってもいいんで、何しろこれが硬くてすごく使いやすい、これは歯医者さんに譲ってもらったやつ、ただですね、はい、待ってる間にじーっとこう見てて、うん、これくださいで歯医者さんこれくださいって歯医者さんここがね少し弱くなっちゃうともう使えなくなっちゃうっていうことだったんで、まあ長くなった歯医者さんがいたんで、いらなくなったらくださいねって言っていただいたやつで、もうずっと使ってますから非常にいいですね、これ彫刻刀関係ですかね、まあこれはね目継ぎとか枝継ぎかやるときにこうグッと刺したりとか、式なんかするときなんかもスパッとこう切ってのに使いますね、切り出し、そうですね、うん、はい、これはやっぱりすごくよく心拍のシャリなんかをこうスーッとこう作っていくのに、あの水水を結構削っていくのに使いやすくて、これ切れすぎちゃうんで、うんうんうん、グーッと入っちゃうんですけどね、これはね本当は右用左用があると、うんうんうん、いいです、どうしてもこう入っていかないときがあるんで、こういう反対で使うと使いづらいんで、右を左をが両方あると本当は使いやすい、でこれもよく使うんですけど、コブラ型でですね、蛇のコブラ型ですね、これでガリガリガリと削って使う時で、これがやっぱりよく使いますね、あの平らなやつですけどちょっと先端丸くなってて、これが一番使うかな、削ってシャリ用ですよね、シャリ用ですね、シャリ用ですね、そうですね、これもう2セットぐらいありますねこれね、ブラシはあんまり持ってない、あ、ブラシ、これは自分用に1個持ってるのはブラシ、これですね、新地ブラシですよね、意外と持ってない、ね、いや、あといつもこれ借りちゃうから、あ、そうか、借りちゃうんで、あの前週のやつもあるし、新地ブラシですね、銀色のステンレスとかああいうのは鉄とかはやめた方がいいですね、強すぎちゃうんでね、なるほど、柔らかい真鍮がいいと思います、前ちょっと一回紹介したかな、千枚同士ですけど、根のところを傷つけて根を出させたりとか、黒松の小さい商品の黒松なんかやってた時はこれ刺してね太らせたんですね、なるほど、あの効果があったかどうかは分かんないですけど、刺激を与えると太るよっていうんで、これでブツ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 刺してたんですね、臓器はできないですけどね、
箸ですね。箸はあの植え替え用なんで、うん、昔はねもうちょっとこうしっかりしたやつを使ってたんですけど、菜箸みたいなやつですね、あの、うん、お鍋に使うようなああいうのを使ってたんですけど、お蕎麦屋さん行って普通の柔らかい割り箸じゃダメなんですけど、竹の割り箸とか見つけた時はもらってきて、たまにありますよね。あります、あります、うん、でこれは植え替え用にもう使えるし、針金をこれをよこう刺して、木にね、木にこれを刺して、でそこに針金を通してこうパチッと切ると、うん、いう時に無駄に使えるんで、うん、こういうのはあると何本もあるといいと思います。用事みたいなのも使えますけどね、うん、あそうそう、商品盆栽だとこういう用事でねやった時もありました、はい、止めると針金がこう上に出てきちゃうんで、うん、下の方にこうこれで止めて、ここを止めてあげるというやり方ですね。で、植え替えはあとこれとこれ使ってますね。これは竹ですよね。非常にこれは非常に使いやすいです。強い、ものすごく強くて軽いしいいですね。でこれは最後土をすき込む時に使うジュラルミンですね、うん。いやちょっとあの量がえぐいえぐい量あるんですけど、これあとは最後ちょっとこれだけ、普段持ち歩かないんですけど、植え替えの時ですね、こういう釜、これを幹を曲げる時の鉄棒ですね、これは結構使えます。チンパクですね、あのぐるぐる巻いてギュッと曲げたりする時にこれ挟んで針金を掴んでやったりとか、こう支点にして、こう力点にしてギュッと曲げたりとか、いろんな使い方ができます。であとはジャッキはこれは私の手作りなんですけど、こんな格好だったかなっていうんで自分で工作機で行って作ったやつなんですけど、まあ同じですよね、いわゆるジャッキですよね。万力でしたっけ。ここはノコギリですね。これはもうあると太い枝切るときはいいですし、これもそうですね、もうなんか庭木バサミみたいになってますけど、すごいこれよく切れますよね。普段持ち歩かないですけど、あとはこういう工具ですね、ルーターですね、ルーターですね。でこういうのがだんだんセンター行くと探し始めるんですね。こういうの使ってないのもいっぱいありますよね、こういう。でこれはですね、あのシャリ、心拍のシャリを、うん、筋を出すのにはこれすごくいいです、はい、ただ飛ぶんですよ結構。あ、だ気がついたらこんな風になってて、なるほど。ということはなくなったやつは部屋中体中にやるんで、もうにあのいっぱい刺さっててですね、もう何週間もチクチクしてるっていうところですかね。これちょっとあの怖すぎるかなと。怖すぎるね。再生がそうですね。ちょっと不安だな。単なる紹介になっちゃったですね。かなりコアなお話を聞かせていただきました。と、はい、筋にはこれを。取れた君。完全取れた君。はい。最後締めはこれで。肌に安全にやつ。オレンジフレーバーの。手に使えるやつですね。手に使える。これいいかもしれない。そうそうそう、道具のお掃除にはこれをと大事に使ってください。はい。じゃあ昼間さんの道具紹介と、はい、いうことでした。すいません、長々と。いえいえいえ。